はい、お世話になっております宮崎です。今回はですね、一番高い部位と一番安い部位をね、紹介したいと思います。販売する時の値段っていうよりも、僕らがね、仕入れる時の値段です。まあ、売る時もね、大体同じような順番です。それではね、早速いってみましょう。じゃあまず高い方から。それでは第3位、はい、リブロースです。リブロースっていうのはもうすき焼きの代表格みたいな部位で、柔らかくって味もね、すごくいい部位です。リブロースってね、結構ね、大きな部位で断面積がね、このぐらいの大きさがあるんですけども、 いろんな部分が集合してリブロースってできてるんですけども、どこをとってもね、柔らかくてね、美味しい部位なんで、焼肉にね、されることもね、すごくね、多いです。その中でも一番いい部分っていうのがね、ロース芯っていう部分があるんですよ。ここだけ取ったらね、すごくね、高い値段になります。続きまして第2位です。はい、サーロインですね。サーロインっていうのはね、もうね、やっぱりステーキですよね。もうサーロインステーキっていうのがもう一番有名かなと思います、使われ方としては。さっきね、リブロースのロース芯ってすごく高級って言ったじゃないですか。で、リブロースとサーロインってこうつながってる部位なんですね。それがね、だん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 大きくなってできたものがね、サーロインなんですよ。っていうことは、リブロースの一番いいとこだけでできてるのがサーロインって思ってもらってもね、いいのかなと思います。ロースの芯そのものがね、もうサーロインみたいな部位なんで、ステーキはもちろんなんですけど、すき焼きとかしゃぶしゃぶなんかにしてもね、もうね、最高な、ね、部位です。それでは高い方の第1位はヒレですね。なんといってもね、柔らかいっていうのがね、一番のね、特徴です。もう全部を通じても柔らかさはね、もうまずナンバーワンですね。で、そのね、ほとんどがね、ステーキになることが多いです。で、牛さんってこう、一頭大体500キロぐらいあるんですけど、その500キロぐらいの中で取れるよっていうのがね、ステーキで取れるので、40枚ぐらい取れるかなっていう感じです。で、赤身っていう特徴がありますけども、これね、等級によって、結構変わるんですよ。高級なヒレ肉になってくるとね、結構ね、霜降りになってるヒレステーキもね、あったりします。じゃあそれ食べてすごく脂っこいかって言ったらね、そんなことにならないのがね、ヒレのね、すごいところです。で、柔らかくて美味しいっていうのはね、もう当たり前な部位なんですけども、これ高い理由はね、欲しい人がね、めちゃくちゃ多いっていうのがね、やっぱりね、1位になる理由です。これね、今すごい高い値段ですけど、まだまだ上がりそうなね、部位です。続きまして、安い方に行きます。それでは第3位から。トモバラの特徴としてはね、すごくね、大きな部位です。もう牛の部位の中でね、最大の部位なんですよ。安い理由っていうのは、脂がね、すごく多いんですよ。半分どころじゃないな、もっと多いかな。もう脂がいっぱいついてる部分なので、まあ商品として取れる部分が少ないっていうのがね、まあ安い理由の一つです。じゃあ、トモバラっていう部位は安くていまいちな部位なのかって言ったらね、有名な貝の実っていう希少部位なんかもね、すごい高値で取引されてるような、そんな部分もね、あったりします。だからまあ、トモバラだから一概にこう、安いんだっていうこともないです。こう、すごく大きい中で、こう、いいところもあったり、安いところもあったりっていうような部位です。これね、前にね、トモバラってこんな大きい部位なんだよっていう動画を出してますので、よかったらね、そちらも見てください。はい、続いて安い方第2位。前腹ですね。まあ正確に言うとブリスケって言った方がいいかもしれないですけど、そのブリスケっていうところと三角バラとくっついて正確には前バラっていうんですね。ちょっとややこしいですね。まあもうここで言う前バラっていうのはこうブリスケっていう部分。まあ今画面で映ってるような、これを前バラって言います。で、これはね、バラの中でね、一番赤身のね、あ
バラです。別名天下一っていう名前がついてるんですよ。まあ、天下一品っていうところから天下一ってついてるんですけど、味があるっていう意味でね、そういう名前がついてるんですけどね、硬い部分が多いんですよ。柔らかい部分って言ったらね、本当にちょっとしか取れない。じゃあその柔らかいちょっとの部分っていうのはね、すごくね高値でね取引されたりします。結構ね万能な部位でバラの煮込み用に使われるとかね、有名ですね。あとね、切り落としみたいな細切れ、あとねスライス、すき焼きにもなりますし、しゃぶしゃぶになる、で焼肉に取れる部分もあります。ちょっとしか取れないですけど、でもそれもねちょっとしか取れないですけど、ご商品になるとね結構ね高い値段がつくような部位です。お肉屋さんにとってはねすごくね便利な部位なんでね、結構ね人気だと思います。でもロスがたくさん出るので仕入れるときは安いっていう感じです。はい、一番安い部位第1位はすね肉です。これ赤身なんだけど筋がめちゃくちゃ入ってるんで硬いっていうのなんですよ。この硬いが一番ね安く取引される理由です。じゃあすね肉っていまいちなのかって言ったらね、そうでもないんですよ。ひき肉にしか、もうどう考えてもひき肉にしかならないような部分があったり、綺麗に分割したら焼肉にできるような部分もあったりするんですよ。で霜降りな部分があったり、赤身で煮込みに向いてる部分があったりとか、あと等級によってすごく高値で取引されるね、なね、あの部位もあったりします。まあいろいろあるんですけども、まあトータルで言うとやっぱり筋が多くて硬い部位なので一番ね安い値段で取引をされます。まあ今こう順番にね、まあ、ランキング3位リブロース、サーロインヒレとか、トモバラ、ブリスケ、スネってこう言ったんですけど、こう商品になった時に逆転する場合があります。スネのすごくいいところとブリスケの硬い部分っていうとやっぱスネ肉のが高くなります。この商品取る部分によってはもう値段がどんどん逆転していくっていう感じです。皆さんはねお気に入りの部位とかねありますでしょうか。よかったらねコメント欄でね教えてください。はい、町の小さなお肉屋さん、チャンネル登録そして高評価していただけたら嬉しいです。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。内平が好きです。でもサーロインはもっと好きです。